皆さんこんにちは。恋愛の進め方は人それぞれですが、あなたは好きな人ができたら本能のままにぶつかっていくタイプでしょうか、それとも駆け引きを楽しむタイプでしょうか。人は皆本能と理性に振り回されて生きていますよね。だからこそ相手の本能と理性を上手に操ることができれば、自らの理想通りに恋愛が進んでいくというパターンもあるのです。今回の動画では、好きな女性を戦略的に落とす心理テクニックについて解説していきます。本能と理性といっても、人の心が相手ですから 100% 聞くってものでもありません。ただ聞く人には抜群に聞くし、知らないより知っておいた方が恋愛においてだけでなく人間関係を上手に攻略していけるようになるので、ぜひ参考にしてくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、自分たちは似ていると思わせる。類は友を呼ぶと言いますが、それは似た者同士が集まるし仲良くなるって意味ですよね。自らが意識していなくとも、似た者同士は自然と近い存在になりやすいのです。だから好きな人ができたら相手に似ていると思わせることが一つの戦略になります。方法としては、女性の言うことに対してわかるとか、俺も同じこと思ってたよなどと共感を示すのもありですし、一つ一つの行動や言葉遣いを似せるのも効果的です。歩くスピードを合わせたり、ゆっくり話す人に対しては自分もゆっくり話してみたりするんですね。笑うツボが合っていたり、テレビのニュースを見て反応するポイントが同じだと、女性はあなたのことをどんどん近い人間だと認識するようになります。そうすると断然他の人よりも深い仲になりやすいんです。 2. まずは小さなお願い事から。女性は気になっている男性に頼られると力になってあげたいと思います。頼られること自体も嬉しいし、相手を満足させられる自分を想像してワクワクしちゃうんですね。実際に力になったことで、女性はあなたから感謝されることになりますが、この感謝によって女性の自己肯定感は爆上がりします。いい結果になって嬉しいって思えて、女性はあなたと関わること自体をその後も楽しむようになるんです。でも最初からとても大きなお願いをしてしまうと荷が重いと思われるし、実際にいい結果にならなければ女性の中に苦い思い出を作ってしまうことになります。そしてその経験のせいで、女性はあなたと関わりたくないとさえ思うんです。だから最初は本当に簡単なお願い事を言うんですよ。例えば、これちょっと持っててとか、これ一瞬押さえててという程度ですね。確実にできる内容でお願いして、ありがとうとしっかり感謝します。こういう機会をどんどん増やしていって、いずれはプライベートで一緒にご飯行こうとお願いするんです。女性は毎回あなたの期待に応えた結果、気分がいいから信頼して次も OK してくれるようになるんですよ。 3. 弱いところを見せる。女性の中には母性本能があります。これは子供のように頼りない生き物や力が弱い生き物を守ろうとする本能です。だからあなたも弱い部分をさらけ出して、女性の母性本能を爆発させればいいんです。女性はあなたを助けられるのは私しかいないと執着するようになりますよ。もちろんいつもいつも弱音を吐いていて何も頑張っていない生活のベースがあるならダメですよ。改めて弱音を吐かれても、またかと思われるだけですから。普段は笑顔で張り切って仕事しているというベースがあってこそ弱音が引き立つんです。ぜひ今度二人きりになった時に、いつもとちょっと違う暗い表情や雰囲気を出してみてください。女性がどうしたのとか、大丈夫って言ってくれたらスタートです。実は参ってるんですなんて話して、最後まで聞いてもらったら全力で感謝を示しましょう。これは先ほど同様、力になれてよかったと相手を満足させる戦略も含まれています。 4. 尽くした分だけ離れられなくなる。人はお金をたくさんかけた相手から簡単に離れられないとか、時間をかけて作り上げた関係は簡単に壊したくないと考える心理を持っています。要するに、もったいない、認めたくないって思うんですね。だから尽くせば尽くすほど離れられなくなるし、お金をかければかけるほど忘れられない。一緒に過ごす時間が長ければ長いほど、少し嫌いになろうともなぜか別れられなくなるんです。じゃあ尽くしてもらえるようになればいいんですねという話になりますが、それは簡単ではありません。あなたが何もしなくても女性が尽くしてくれるなら、それはそれで OK です。でも尽くしてくれないのなら、まずはあなたが先に尽くす必要があります。
あなたが女性に一生懸命尽くせば、女性は受けた分返さないといけないと考えるようになります。これも人間の特殊な心理です。尽くした分だけ返されて、あなたはまた尽くしてということを続けていると、結局お互いに離れられなくなっていくんです。5. 期待をさせてあえて満たさない。尽くし合うだけでも十分ですが、それ以上にがっつりハマらせたい場合はもう一つ工夫を加えてもいいかもしれません。尽くされて、褒められて、抱きしめてもらって愛されて、そうやって満たされていたのに突然それがパッと消えたら、女性はどう思うでしょう。きっと冷静ではいられなくなるんですよね。そしてもっと欲しかったのに、まだ欲しかったのに、どうして消えたの、また戻ってくるの、なんて毎日考えるようになります。こういう状況を女性の中に作ること、これがさらにどっぷり沼にはまらせる戦略になります。やることはたくさん褒めて感謝して、プレゼントをあげたり、好きなお店に連れて行ったり、喜ばせて、ある日突然それをやめるんです。女性はそれまで最高の気分だったし、さらに満たされると期待していたのに、急に消えてしまったことで動揺します。それであなたのことばかりを考えるようになるんです。他の人と一緒にいたって、あなたみたいに尽くしてくれる人はやっぱりいないんですよ。そうやって比較もするようにもなって、改めてあなたの重要さを実感します。もちろんそうやってずっと放置してしまっては完全に離れてしまいますから、いつかはちゃんとまた満たしてあげてくださいね。大事なのは必ず一度満たしておいてから放置するということです。それでこそ女性は期待するようになり、失ったことを悲しく思い、もう失いたくないと焦りを感じるんですから。6. 当たり前の存在になる。習慣ってすごいですよね。いつの間にか身について、気づけばそれが普通になって、反対にそれがなくなると不安になったりします。実はこれは恋愛でも使えます。あなたと関わることが女性の中に習慣として根付けば、女性はあなたのいない生活をありえないと考えるようになります。あなたが女性にとって居心地のいい存在になるには、話を聞いて、一緒に好きな音楽を聴いて過ごして、たくさん褒めてあげるというような程よく尽くす行動が必要になります。あと毎日の LINE ですね。おはよう、お疲れ、おやすみを定番のようにやり取りできる間柄になれば、女性にとってあなたがすでに人生の一部になっているとも言えるでしょう。いつもそばにいて、 LINE のトークルームでも一番上に常時君臨していることを目指しましょう。 7. 周りの口コミを使う。自分が直接意中の相手にアピールしなくとも、周りの口コミを使って好きにさせるという戦略もあるのです。例えばまだ深く会話もしたことがない相手が急に、俺ってすごくいい男なんですよって自ら言ってきたとします。これを真面目に聞く人が何人いるでしょう。実際のところはそう簡単に信用しないんですよ、みんな。でももし女性がその男性から直接言われるのではなく、周りの信用している人たちから評判を聞いていたらどうでしょう。女性は、信頼している人がいいって言っているならきっと本当にいい人なんだろうとか、そんなに評判がいいなんて気になるわと考えるんです。直接会話したこともないのに、もうすでに知っているような気持ちになったり、自分の中での評判も上がって、いつの間にか気になって気になってしょうがない存在になるんですよ。なので好きな人だと緊張してしまうという男性でも、周りの人たちに親切にして信頼を得ていくことを優先してみるといいかもしれません。最終的に意中の女性にも興味を持たれるようになるはずですよ。以上、好きな女性を戦略的に落とす最強恋愛心理テクニックについてご紹介しました。尽くされるためには自分もある程度相手に尽くす必要がありますが、結局尽くしていくと自分も絶対にはまっていってしまいます。だからはまる覚悟を持っておくとか、反対に絶対にはまらない覚悟を持っておくことは必要です。相手女性の気持ちを確実に落としていく作戦にはそれなりのリスクもあるってことを覚えておきましょう。似ていると思わせるとか、周りの口コミを使うっていうのはリスクも少なく試しやすい部分だと思いますから、ぜひお試しください。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。